セギュール伯爵ルイ・フィリップ。セギュール伯爵ルイ・フィリップは、フランスの軍人、外交官、歴史家。フィリップ・アンディド・セギュール公爵の息子として、1753年12月10日に、パリで生まれた。1769年に、フランス軍に入隊した後、1781年に、アメリカ独立戦争に参戦、ジャンバティスト・ド・ロシャンボー伯爵の部下で大佐として、戦った。 1784年、ロシア駐在フランス大使に任命され、女帝エカチェリーナ2世の宮廷で受け入れられた。また、エカチェリーナ2世の歓劇用に、いくつかの喜劇を書いた。1787年1月、サンクトペテルブルクで、フランスに極めて有利な通商条約を締結した後、1789年にパリに帰還した。同年に、 フランス革命が勃発した時は、同情的な態度をとり、1791年に外交官としてベルリンに派遣されたが邪権にされ、セギュールは耐えかねて、決闘を挑んだ後にベルリンを去った。以降は一時引退したが、1801年にナポレオン・ボナパルトの要請を受けて、立法院議員に就任、後にフランス議天総官を務め、1813年には、 元老院議員になった1814年、セギュールはナポレオンの単位に賛成票を投じ、ルイ18世の貴族院の議員になったが、1815年の百日天下でナポレオンに寝返ったため全ての職を一時的に失い、1819年にようやく回復した。セギュールは1830年革命を支持したが、 その直後の1830年8月27日にパリで死去した。1777年4月30日にアントワネット・エリザベート・マリーダ・ゲッソーと結婚三男一女条を設けた。本節の出展はありがとうございます。